二の鉄は踏みません。皆様こんにちは、ナビゲーターのさくらです。今日もご視聴いただきありがとうございます。本日のテーマはこちらです。 G7 サミットが間もなく開催、ムン大統領、菅首相に隙はありませんよ。6月11日からイギリスで行われる G7 サミットですが、韓国のムン大統領はその G7 にゲストとして出席します。今回は前回の二の鉄を踏まないよう、日本政府は予防線を張っているような雰囲気ですね。思い起こせば2019年11月に開催された ASEAN 首脳会議の会場で首脳会談を行いたくてたまらなかったムン大統領は安倍首相にゲリラ的に話しかけ、その姿を盗撮してまで首脳会談を行ったと言い張った記憶は強烈です。日本はもうその手には乗りませんよ。こちらではこのニュースについてのメディア報道や注目点、また韓国や日本国内の反応など今日も楽しくお伝えしていきますね。6月5日付共同通信によると、日本政府は韓国のムンジェイン大統領がゲストとして出席する英国での先進7カ国首脳会議 G7 サミットに関し、事前に日韓首脳会談を設定しない方針を固めた。複数の日本政府筋が5日明らかにした。歴史問題で韓国から実効性のある打開案は示されておらず、菅義偉首相が対話に臨む環境は整っていないと判断した。短時間接触についても応じる必要はないとの消極論が政府内に根強い。関係者によると、日本政府は韓国側に首脳会談を打診していない。韓国側も会談を日本政府に持ちかける構えを見せておらず、双方がいずれもトップ対話を提案せずにサミットを迎える公算が大きいと報じています。6月11日から13日までイギリスで開催される G7 首脳会議。G7 を目前にした6月2日、アメリカ主導で日米韓首脳会談を開く方向で調整しているという報道が流れました。アメリカのメンツを立てるという点を考えると、菅首相は3カ国首脳会議には OK を出すのかもしれません。しかし、6月5日、日韓首脳会談は設定しない。日韓が対話するには環境は整っていないと、菅首相が日韓での2カ国会談についてはノーと断言しています。共同通信の記事の中で、短時間接触についても応じる必要はないとわざわざ書いていることに、私はププッと吹き出してしまいました。先ほども少し述べましたが、2019年11月4日のこと、当時タイのバンコクで ASEAN 首脳会議が開かれていました。会場で安倍前首相に突然話しかけたムン大統領、立ち話は何なんでということで控え室のソファーに座り11分間のお話をしましたよね。その場面を日本側に無断で撮影したのは現在韓国外交部長官であり、何かと問題発言をしているあのチョン・ウィヨン氏。そして韓国大統領府は、ムン大統領が安倍首相と歓談したと勝手に発表したのです。当時、ブルームバーグは11分間の会話、朝日新聞は対話、毎日新聞は接触と報じました。10分でも11分でもどちらでも構いませんが、この短時間の接触を今回菅首相は受け付けない。不意打ちという同じ手には騙されないと報道を通じてムン大統領に伝えたっていうことだと思います。何よりムン大統領は山積みの宿題を一つもやっていませんし、外交のエチケット違反の前科がありますので、菅首相は1秒たりともムン大統領のために使いたくないようです。この共同通信の報道を受けて韓国聯合ニュースは、菅首相は安倍前首相から引き継いだ政権、1965年の日韓請求権協定と2015年の慰安婦合意で歴史問題は解決されたという立場で、
韓国政府が対策を出さなければいけないと主張する。菅首相はムン大統領との会談に応じる意思がない。日本の政府当局者は開催するメリットがないと言っている。そして記事の中で、ムン大統領と菅首相が会話をする可能性があるとすれば、会議場や待合室で偶発的に挨拶を交わす程度だと予想しています。この偶発的に挨拶を交わした瞬間にクリンチ、これは抱きついたりどこかを掴むことですが、そのクリンチするしかないことを韓国は自覚しているようです。菅首相、絶対に交わしてくださいね。そして記事の締めには、日本は秋に衆議院選挙、韓国は来年3月に大統領選挙、会談は両国にとってマイナスという認識が強いという謎の分析がされています。ムン大統領との会談が衆議院選挙に影響？しないしない。ただただ会いたくない、会っても意味がないっていうだけですよ。ところで先月の5月3日から5日まで G7 外相会議が行われましたよね。そこでは中国に対する厳しい姿勢を示した共同声明が発表されました。そして6月4日から5日までは G7 財務相会議が行われました。こちらでは各国の財務大臣と中央銀行総裁がロンドンに集まり、コロナ後の世界経済の回復に関する話し合いが行われています。そして11日から始まる G7 首脳会議。外相会議で出された共同声明と同じように中国に対する厳しい姿勢が示されるでしょう。すでに中国の一帯一路への対抗策を協議する調整に入ったと毎日新聞は伝えています。G7 首脳会議の内容は民主主義国のリーダーが集まり、対中包囲網をがっちり構築するための会議となりますが、ムン大統領は自身が出席する意味をしっかり把握されているのでしょうか。先日は韓国企業所有のタンカーが中国経由で北朝鮮に購入されたというニュースも流れていましたが、きっと針のむしろに座ることは確実です。そんな時、ムン大統領はお得意の透明人間のふりをするのかもしれませんが、今回のサミットは当然修学旅行や最後の政治ショーなんかではありません。ところで、米韓首脳会談でバイデン大統領がムン大統領のために用意したワクチンのお土産、米軍と接触の可能性の高い韓国軍のためということでした。5日に韓国に届いたジョンソン・エンド・ジョンソン製のヤンセンワクチンは、韓国では30歳以上に接種という年齢制限があるんですよね。100万人分届いたのに、韓国軍55万人のうち約41万人は30歳未満。30歳未満の軍人にはファイザーのワクチンを接種するようです。日本から輸入した戦略物資の管理がずさんということで、ホワイト国から除外された韓国ですが、ワクチンもこの混乱の中でどこかに横流し？なんてことが起こらなければいいのですが。バイデン大統領にワクチンの管理きちんと説明できますか、ムン大統領。今回のニュース、韓国からも多くの声が寄せられています。次にその一部をご紹介いたします。日本になぜそこまで肩入れするのですか。日本なんかもう相手にする必要はないんですよ。日本はムン大統領と話したくないと言い切りました。確かにその気持ちよく理解できます。猫撫で声ですり寄ったり突然噛みついたり、やっぱりムン大統領は菅首相と会って話をしたいのでしょうか。日本は竹島を自国の領土と言い張っています。そんな国と会談する必要がどこにあるのですか。もしムン大統領が会談を望んでいるなら人として信じられません。多分今回も菅首相が歩いているところを突撃し、握手して隠し撮りした挙句、菅の方から手を差し伸べたなんて発表するのでしょう。敵国と会談しなくていいなんて本当に嬉しいことですね。菅首相と会談する必要はありませんが、東京オリンピックの不参加を宣言することだけは忘れないでくださいね。なぜイギリスで菅首相に会わなければいけないの？
アメリカ、イギリス、ドイツとは話さなければならないことが山ほどありますが、日本とは何もないはずです。我が国にとってもメリットなんて全然ありません。偶然でも出くわしたくない相手です。歴史問題にしがみつく日本って本当に哀れですね。コロナを契機に我が大韓民国は日本を追い越します。だから我々よりも下位の国の機嫌を取る必要なんてありません。日本よりもうちの出生率かなりやばいんだけど、これ以上笑わせないでくださいね。あなたの妄想に付き合う暇なんてありません。うちが日本に勝る点って何ですか？ノーベル賞？ GDP？ 外貨準備高？基軸通貨？文化？観光？真に恐れるべきは有能な敵じゃなく無能な味方っていうことです。ムン大統領支持者がこの国の足かせになっています。 G7 にゲストで呼ばれたからって浮かれすぎではありませんか？日本は正式メンバーで、うちはゲストに過ぎないことを忘れている人が多すぎます。以上は韓国からのコメントでしたが、日本からはどのような声が上がっているのでしょうか。もし日韓首脳会談があったとしても、平行線で終わることは確実なので、やるだけ無駄。それに会談後、韓国側の都合のいい報道をされてしまうので、もう会わない方がいいですね。北のことは日米間で協力すればいいんだけど、それ以外のことで合意や約束を守らない反日一色の国とは協力することもないだろうし、ましてや日韓をこのような関係にした張本人との二国間会談などありえません。そんな時間があるなら空でも眺めてた方が有意義です。好きあらば一緒に写真撮影しようとしたり、ストーカーなどされますので、護衛の皆さんはムン大統領の動きにくれぐれも注意してくださいね。そもそもムン大統領のような人物を G7 に招待すること自体が問題です。スパイ同然の人物なので非常に危険な存在です。菅首相は現実的な実務派です。冷静な計算もできます。おそらく菅首相は G7 のあらゆる場面でムン大統領に対し丁寧な無視をするでしょう。今回の G7 ではおそらく対中国の話に時間を割くでしょうから、日本も韓国と話す時間なんてないはずです。すれ違っただけでも会談したになり、目を合わせただけでも友好的な出会いになり、挨拶でもしたら途端に謝罪したことになります。握手なんてしたら韓国の勝利となってしまいそうですね。時は金なり、時間は有意義に使いましょうね。韓国国民日報によると、ムン大統領の岩盤支持層である40代で次の選挙で政権維持希望が 44%、 政権交代希望が 45% という微妙な世論調査の結果が出たそうです。このような拮抗ぶりは初めてで、ついにコアな支持層が崩れ始めたと、与党・共に民主党は危機感を感じている様子です。コメント欄には、まだ40代の 44% がムン大統領を支持しているなんて信じられないとか、イミョンバク元大統領の隣の部屋を予約しておきましょうかなど、厳しい言葉がたくさんありました。今回の G7 へのゲスト参加、ムン大統領にとっては本当にただの思い出作りになってしまうのでしょうか。菅首相の外交手腕にも注目ですが、ムン大統領の存在感も少し気になるところです。ぼっちを維持するのか、それとも空気のように消化するのか、いろんな意味で今度の G7 首脳会議が楽しみでなりません。皆様のご意見ご感想お待ちしています。評価クリックやチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。